恐怖をテーマとしたバイオハザードの制作にあたって、カプコンのスタッフが最もこだわったのがリアリティの部分だ。このリアリティを出すためにゲームの中には様々な工夫がされている。ストーリーの導入部やエンディングに実写を採用しているのもその一つだ。撮影では映画やコマーシャルで活躍している専門のスタッフが集められ、特撮技術などを生かした本格的なロケーションが行われた。またゲーム画面のリアリティを出すためにも新しい技術が使われている。テクスチャーマッピングを使ってポリゴンで表現された画面の質感や、モーションキャプチャーを使って取り込まれたキャラクターの動きなどは、これまでのゲームにはなかった美しさとリアリティだ。